時代の悲劇の大女優松井須磨子の末路。松井須磨子は長野県の子息の家に9人兄弟の末っ子として誕生。17歳で最初の結婚をするも病気がちを理由に1年で離婚。平凡な日常から脱却したいという思いから女優を目指すも鼻が低いことを理由に俳優養成学校から入学拒否。しかし諦めきれない須磨子は当時最新の技術だった鼻筋にろうを注入する美容整形手術を受ける。これにより俳優養成学校へ入学を果たし念願の女優となったのである。しかし注入したろうは比較的柔らかいものでよく鼻筋からずれ、その度に自らの手で押さえる羽目に体も拒絶反応を起こし痛みで寝込むほどだったとか。しかし女優としては当たり役が続き、劇作家の島村抱月と芸術座を旗揚げするなど順風満帆のキャリアを歩むが、妻子ある島村抱月と不倫関係となり世間の批判を浴びる。しかしそんなスキャンダルは関係なく須磨子が歌った歌は大ヒットし日本初の歌う女優となったのである。人気絶頂の須磨子だったが、1918年11月に恋人抱月が病死すると2ヶ月後に劇場の道具部屋において自死。